在日モンゴル人は日本に一定期間在住するモンゴル国籍の人のことである。滞在理由としては留学が大部分を占めている。モンゴル人が日本へ留学したのは新朝時代の1906年に3人の女性が派遣されたのが最初とされている。1974年に非毛量政府の間で文化交流取り決めが締結されたことにより、 相互に留学生を派遣することとなり、1976年より本格的にモンゴル人留学生が日本へ渡るようになった。2006年5月の時点では、1006人のモンゴル人学生が日本の高等教育機関で学んでいる。防衛大学校もモンゴルの留学生を受け入れている。また、1990年代の初頭から、 中国出身のモンゴル族による日本留学が始まり、2005年の時点で約4000人が日本に滞在している。主に東京都の練馬や巣鴨の周辺に居住し、10年以上に渡って同じ部屋を後から来日した留学生に譲る形で住み続けているという。一方で、1991年頃からは大相撲の分野でも、 当格を表し始め、2005年には全力士の5%、外国人力士においては約6割を、それぞれモンゴル人力士が占めるようになった。モンゴル出身の大相撲力士も参照。ありがとうございます。